はいのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は主力総力戦アジア制覇へ ACL 決勝アルヒラル戦マッチプレビューファーストレグやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでさあいよいよ近づいてきましたアルヒラル戦。まあ忘れ物を、取りに行く、いや取り返しに行くっていうゲームには、なります。まあ3度目の栄冠に向けて、3度目の歓喜に向けて大事な大事な、このゲームになります。まあ、今回はプレビューというかですけれどもね、ウラレッツはこういうシステム、まあ、フォーメーションメンバーで行った方がいいんじゃないかっていうスタメン予想みたいな感じで、やっていこうと思っております。まあ一応2パターンの、予想スタメン組んでおりますんで最後までよろしくお願いいたしますと、いうことと、もう一個こちら、やります。同時視聴生放送ですね。夜中2時半キックオフなんで、まあだいたい2時20分ぐらいから、同時視聴生放送の方を、やろうと思っておりますけれども、さあ3度目の王者、同時視聴生放送眠気まなこ、僕は夜勤明けの、日にはなってきますんで相当きついんじゃなかろうかと、思われますけれども頑張ってやっていきますんで、よかったらよろしくお願いいたしますと、いうことで早速今回やっていきましょう。こちらまず予想スタメン、おそらく裏は、ね、3バックで行くんじゃないか、まあ、守備の時は後ろ5枚で、守る形の3バックで行くんじゃないかっていうのがありますんで、今回は2つとも予想スタメンは3バック前提で、組んでいますし、僕はそうすべきじゃなかろうかと、考えております。だから3バックがどういう中盤の構成になるかですよね。今回出しているこの3-1-4-2システムなのか、よく見写式で言われている、まあ、3-4-2-1なのかって、分かれるとこですけど、一応僕はこの、ね、3-1-4-2の方がいいんじゃないかなって思って一応今回、組んでおります。まあ、実際はねこっちじゃない、まあ、ミシャ式の方、3-2-4-1の方がね可能性としては、高いと思うんですけど、一応今回こっちで、準備しておりますが、メンバーとしては、まあ、西川、ホイブラーテン、ショルツ、岩波、スイバックはこういう形じゃなかろうかって、岩波か犬飼かっていうところには多分なってくると思うんですけれども、やっぱりなんだかんだで守るだけじゃなくて一方でオフェンス面も、考えないといけない。本当はね少ないチャンスを生かすという意味ではこの岩波選手のロングパスですね、このロングパス、ロングフィードきっかけにチャンスが、作ることができればいいんじゃないかっていう、岩波選手の武器ってやっぱ守備の能力っていうところよりもやっぱりロングフィードとかそっちがやっぱり、ね、特徴的な選手には、なってきます。まあそういうねオフェンス、まあ一気に局面を打開するという意味でもこの岩波選手のフィード能力、そこにかけたい部分も正直、ありますんで、僕は岩波を今回配置すべきじゃないか。それがまあセンターバックの真ん中なのか右なのかっていうのは、分かれるかもしれませんけど、一応右に置いておりますけれどもね。で、この3-1-4-2システムした理由っていうのはこの後紹介は、しますが、左ウィングバックも秋元でしょうね。やっぱり守備のことを考えたら秋元が、よろしいんじゃないかっていうところ、そしてアンカーは多分岩尾選手じゃなかろうかって、思います。で、右に酒井宏樹が間に合えば酒井宏樹使いたいですね。やっぱり失点はしたくないんで酒井宏樹っていうところ、ここはやっぱ鍵にはなっていくと思うんですけど、もし酒井宏樹が、間に合わないのであればやっぱ関根選手ですかね。守備の強度って、考えた時には関根が適任じゃ、なかろうかというところ。そして関根には絶対このファーストレグも、セカンドレグも活躍してほしい。一番多分前回悔しい思いをしたのは関根じゃないかと僕は思いますんでね、本当ね前回大会、まあ、2019年かの借りを返してほしい。一番僕はそこ関根には期待しておりますんで、まあぜひとも活躍してほしいところにはなってきますけどもね。で、もう一列前はやっぱ安い伊藤、この守備能力が高い選手、まあ、90分間走るという意味でもう僕は小泉よりも安井の方がいいんじゃないかな。やっぱ直近のゲーム見ているとですけれどもね、フロンターレ戦とか見ているとちょっとプレッシングかけられてしまうとボールロストとか、ボールをつなげないっていうのがありましたんで、守備の強度を、考えた時に僕は安井をここに、置いた方がいい。だから僕は小泉のスタメンは正直ねえんじゃねえかなって思っているんですけれどもね。で、ツートップはだからコオロキカンテで行くのか、それともコオロキもしくはまあリンセなのか分かりませんが、まあ、何にせよこの、ね、3-1-4-2システムで行くんじゃなかろうかっていうところは想像してますけどもね。で、なんでこの3-1-4-2の方がいいかっていう話はこちらになってきますけどもね。で、アルヒラルが4-3-3システムなんですね。アルヒラルが4-3-3システムなんで、これで言うとですけれどもね、一応こういう配置に、なるんじゃなかろうかって、いうところで、やっぱアルヒラルがボールを握る時間っていうのが、多くなると思います。長い時間アルヒラルがボールを、持つと思うんで、相手のビルドアップをちょっと簡単にやらせたくないっていうのが、
ありますね。で433もアルヒロがどういう形でビルドアップしていくかにもよりますが、何にせよ2センターバックっていうのは絶対ビルドアップに、関わってくるんで、この相手の2センターバックを、まあ、攻撃鑑定で分かりやすく見るためですね。これが3-4-1システムのワントップであればですけれどもね、ちょっと2センターバックを2フォワードで、見る、2トップで見るっていうのがなかなかできなく、なります。もちろん可変っていうのがありますんでね、まあ、実際ね3-4-1であっても2トップで、2トップな感じで見ていく感じもあるかもしれませんけども、しかし今もっと分かりやすくね、やっぱりこう守備のスライドとか守備の可変っていうのはリスクがあるんですね。守備の可変をしていくっていうところで考えていくと、やっぱスライドの隙を突かれてしまってね、陣形が整う前、変化しきれる前に隙を突かれてしまって、失点中可能性もありますんで、あんまり守備は正直可変は、したくないところなんで、もう2トップにして2センターバックを見るっていう分かりやすい構図の方がいいのかなっていうのが一つですね。で、あとこの形にすればね、中盤の枚数はある程度噛み合うというところ、ちょっとアンカーがね、相手が浮くのかもしれませんけれども、しかし、まあ、433のインサイドハーフですね、インサイドハーフを安い伊藤で見ることが、まあ、できますんで、ここもちょっと中盤は分かりやすくなるから、まあ、で、だから岩尾選手がどこまで出ていくかにもよりますけれども、比較的、まあ、この方が中盤は、見やすいのかもしれません。まあ、インサイドハーフですよね、ここを、どう監視するかというと、伊藤安井を、ぶつけるとかね、で、相手のスイートップのウィングを、まあ、酒井宏樹とか秋元とか裏のウィングバックの選手が相手の、まあ、ツーリートップのウィングを、見るみたいな分かりやすい構図ができるんで、こっちの方が噛み合わせとしては、実はいいんじゃないかというのがありますが、しかし、まあ、さっきも言った通り相手のサイドバックと、アンカーのところはちょっと浮きやすくはなりますんで、ここのケアっていうところは大事にはなってきますが、比較的はオフェンシブな選手、まあ、インサイドハーフとか、スリートップの両ウィングっていうところ、ここを抑えたいのであれば、やっぱりこのシステムの方が噛み合う感じはしますんで、まあ、なのでどういう風なリスクを取るかにはよってきます。まあ、やっぱり裏も433で行くしかね、がっつり噛み合わすっていうのは難しいし、しかしまあ433システムにするっていうイメージはあんまりないんで、もちろん433の可能性もゼロではないと思うんですけれども、あんまり433のイメージはやっぱり今のところ湧かないんですよね。ってなると、まあ、5バック、まあ、3バックシステムでどういう風に噛み合わせていくかっていうところ、どこを捨てて、どこでしっかり抑えたいかっていうところ、そのポイントによって変わっていくと思うんですけれども、やっぱアルヒラルの両ウィング、スリートップの両ウィングとインサイドハーフ、ここは抑えたい。この推進力の、あるね、アルヒラの両ウィングとインサイドハーフ、ここを抑えることができれば守備のリスクっていうのは相当、軽減できると思うんで、本当中央突破とかはやらせたくないんで、僕一応このシステムで考えてはいるんですけれどもね。で、これだから3-4-1でダブルブランチにして相手インサイドハーフを迎え撃つっていうのも一つ、手にはなってきますんでね。そこをだからどう取るか、やっぱり3-4-1にしてしまうとちょっとベタ引きなイメージがどうしてもついてしまうんで、ある程度こう高い位置でボールを、奪うとかねってことを考えたら、僕はこっちの方がね、ある程度押し込まれないのかなちょっと考えるんですけどもね。はい、で今度こちら3-4-1でじゃあ考えていこうと、いうこと、今回アルヒラのメンバー出していませんけど、3-4-1で行くならばこういう感じかな。まあゴールキーパープラス3バックのメンツは特には、変わりませんが、まあ3-4-1ね、犬飼がだからどうするか、犬飼をどう考えるかから、まあ、ただ岩波のやっぱりフィード能力っていうのは一つ武器になってきますんで、こう局面打開とかね、相手をひっくり返すっていう意味で、この岩波選手のロングパスをきっかけとしてね、チャンスが生まれるっていうのは僕はあると思うんで、ちょっと岩波はね、そうオフェンス面のことを考えた時に置いておきたいかなというのありますけどもね。で、まあ、ダブルブランチであれば岩尾伊藤のコンビでしょうね。で、左ウィングバック秋元と、いうことなんで、基本的に、ね、後ろは、まあ、メンツは変わらないと思いますが、まあ、ワントップ、ツーシャドウのところですね。さっきも言った通り、やっぱりね、今回守備のところを、考えた時には安井をね、置きたいなーっていうのは正直、考えるんですよね。やっぱ小泉では守備の強度は不安が、ね、あるというところなんで、まあ、安井、関根がもしくはこれシャドウみたいな感じに、なるかもしれませんしね。で、もう一つの相方、大久保か小泉ってところには、なってきますし、だから安井、関根のツーシャドウでもいいのかなとか、やっぱり守備のとこね、そもそもね、まあ、関根がシャドウをやるのかとか、そもそも関根選手がね、シャドウの選手かっていうとそうでは、ないんですけど、もうまあやっぱ総力戦でね、やっぱ守備のところを考えた時には普段やり慣れていないところで、まあ起用するっていうのも、まあゼロではないのかなってな
やっぱり思いますんで、てことで考えると、まあ、安い関根の守備のところの頑張りっていうのは、見たいところですし、でオフェンス面に目を向けるとやっぱ、ね、大久保選手、岩波選手の、ロングパスに大久保選手が抜け出してみたいなところはやっぱり狙えて、まあ、ホイブラーテンでもいいんです。もちろんこれホイブラーテンの、ロングパス一発で大久保っていうところも、あると思います。それこそ、ね、ヴィッセル神戸戦の再現みたいにできれば一番いいんでしょうけども、だからやっぱ小泉はちょっと置くのは怖いですよね。でワントップであればコロキーか、カンテかっていう、そこが難しい選択には、なってきますが、まあ、何にせよ、ね、3バックにすると僕は思うんです。3-1-4-2か、ね、この 3-4-1 かは分かると思うんですけれどもね。でだからさっきも言ったとこれでいくとですけれどもね、まあ、岩尾伊藤のダブルボランチなんで、ここの位置、まあ、ボランチ、ほんとザボランチの位置でですけれどもね、比較的低い位置でこう相手のインサイドハーフを迎えることになりますんで、少し低い位置にどうしてもなってしまうと思うんですよね。でボランチが下がりすぎてしまうとやっぱり押し込まれてしまうっていうのがあります。だからこそちょっと僕は後ろが重くなりすぎないためにもね、 3-1-4-2 の方がいいんじゃないかなとか考えます。これやっぱ、ね、配置の問題かなと思うんで、まあ、そこはやっぱりどう考えるかにはよってきます。やっぱ何せ 4-3-3 相手なんでね、あんまりこうがっつり噛み合うってことはないんで、どこに守備のポイントを持っていてどこでマッチアップさせるかっていう問題にはなっていくと思うんですけども、まあ本当 3-2-4-1 であればですけども、ね、ちょっと押し込まれる展開っていうのが想像されますんで、まあ、今の裏手であればね、多少押し込まれても守りきることは、ね、できると思うんですけども、しかしも僕はどっかでやっぱり攻撃を、攻撃に転じてほしいっていうのがありますんで、まあ、どうなるか分かりませんし、実際僕はこの 3-1-4-2 の方がメンバーはともかくです、メンバーはともかく 3-1-4-2 の方が、まあ、実際は初期配置としてあると僕は、思っているんで、可能性はこの 3-1-4-2 が高いです。まあ、可能性としては 3-1-4-2 が高いんですけど、個人的にはやっぱりこうインサイドハーフを極力高い位置まで侵入させたくないっていうのがあるんでね、 3-1-4-2 で少しこのインサイドハーフ同士をこうマッチアップする形の方がいいんじゃないかなっていうのを感じるんですけども、まあ、何にせよですけども、ね、どんどんまあ試合っていうのは可変していくわけなんですけどもね、フォーメーションシステムっていうのは本当初期配置には、なってきますんで、あまりこうどこまでこう意識するかっていう問題もありますが、しかしまあ大事なのはやっぱ後ろの枚数、しっかり後ろがこの試合ファーストレーが耐えきることができるかどうかっていうゲームには、なってきますんで、守備の奮闘、そして一発にかけてほしい、そこは期待していこうと思ってますけどもね。はい、今回は以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら